そろそろ目標地点よ。一度は安全が確保されたみたいだけど、まだ油断できない状況みたいだから注意していきましょう。ヨシノ、大丈夫？大丈夫。ちょっと集中してただけ。心配しないで。今回の任務はヨシノの呪術にかかってる。ちゃんとやるよ。大丈夫。ならいいわ。頼りにしてるからね。うん。任せて。ミヤコは、ヨシノが必ず見つけ出す。大きな結界のある山にたくさんの鳥居が現れたんですってね。霧を晴らした後もその鳥居は消えてなくならずに残ってるそうよ。千本鳥居と呼ばれているそうですね。本当に千本あるのかどうかわかりませんが。問題なのはその千本鳥居の中から大勢の子供たちが発見されたことよね。発見された子供たちは全員無事だった。玄武の中をさまよっていたにもかかわらず、ね。全員じゃない。きっと、霧の中に取り残された人がいたんだよ。だから都は残った。都は暗闇を恐れないし、とても優しい人だから。そうね。理由があったから戻ったんでしょう。ベルサイユが言ってた。都には恐怖心がないんだって。どんなに暗いところでも目と耳を使わずに歩いていけるって。感覚が鋭いだけでなく魔力を探知する能力に長けているのね。ヴェルフォレットの森版みたいだね。レンヌとかブルターニュに近い力を持ってるのかな。いいえ、都は森版とは違うわ。どういうこと？レンヌやブルターニは人探しのプロ。明らかに危険だとわかる場所を前にして無計画に飛び込んだりしない。森番は二次被害を出さないために日々訓練しているからね。一人で達成困難なことは仲間を呼んで対策を練るはずよ。こんな危険なところに一人で入っていくもんですか。ここが千本鳥居。山の中にこれほどの鳥居が並んでいると不気味ですね。不気味なんてものじゃない。吉野は今にも吐きそうです。吉野、あんた顔が真っ青よ。そんなんでとても任務なんて無理よ。列車に残っていた方がいいんじゃ。大丈夫。気持ち悪いけど呪術はなんとか使える。吉野が我慢すれば問題ない。我慢って、それで満足に戦えるの？何かあった時に走って逃げられる？それができなければ列車に残るって言ってる。わかった。嘘だったら承知しないわよ。吉野の身に何かあったら撤退も考えましょう。都のことも心配だけど、吉野がいなければ戦力は半減よ。こんな場所、吉野の呪術なしで攻略できるとは思えないわ。宝探しの時も、吉野さんがいなければきっと解決できませんでしたし、呪術の対策についても、私たちだけでは心もとないですからね。吉野、この鳥居の山をパッと見てどう思う？呪術の使い手としての率直な意見を聞かせてちょうだい。率直な感想としてはとても危険。たとえ玄武がなくてもこのお山の上までは行きたくない。都がいなくなってもメトロ錦の鉄道軍は都を探しに戻らなかった。その判断は正しいと思う。きっととても怖いことが起こる。なるほどね。
よーくわかったわ。それじゃ、行くわよみんな。ヨシノの状態に気を配りながら進みましょう。パディントン、道の暗記はよろしくね。下から見た感じ、とっても入り組んでいるみたいだから。はい、お任せください。ただの山登りじゃ済まないわよ。メトロ錦だからって、ヨシノばかりに頼らないようにね。ずっと同じところを歩いていますね。山を登ってるのに同じところに出ちゃうなんておかしいよね。錦の不思議パワーはメトロの世界でも健在か。ヨシノ、体調はどう？さっきからちっとも喋らないけど無理してない？普通よりも悪い。でも大丈夫って言えるレベル。少し慣れてきたから気持ち悪いのが収まってきたような気がする。頭とお耳がぐるんぐるんするのは治らない。やっぱりここの魔力が影響してるっぽいね。無理だと思ったらすぐに言うんだよ。うん、いざという時のために体力は温存してる。そうは言ってもこんな迷路みたいになってるんじゃ、いざという時にすぐ撤退ってわけにはいかないわよ。車掌、もう少し調べても先へ進む方法がわからなかったら引き返した方がいいんじゃない？私もそう思う。ヨシノだけじゃなくビビアンもなんだか調子が悪そうだし。あっちゃあ、やっぱバレてた？バレてるバレてる。私の目はごまかせないよ。さりげなく普通を装っていたのに。特にこの鳥居の魔力は錦の民には効果絶大。お耳と尻尾から強い魔力が流れ込んでくる感じだから、メトロ錦の人たちは都を追いかけなかったんだね。追いかけなかったんじゃなくて追いかけることができなかったんだと思う。それじゃあ都も今の吉野みたいにヘトヘトになりながらこの山をさまよってるってこと？うん、そうだと思う。っていうか都の方がもっと苦しいと思う。都は吉野よりも悪い魔力に敏感な気がする。悪い魔力に敏感って最悪ね。害のあるものをダイレクトに受け入れやすいってことでしょ。メトロホールの近くで常闇に包まれた時、ミヤコは自分の魔力で常闇に触れて辺りを探ってた。普通の人はあんなことできるわけない。できるって分かっててもやらないと思う。恐れ知らずの度が過ぎるとは困ったもんだね。でもそういう人がいなきゃ達成できない任務だってたくさんあるのよ。恐れ知らずにも優秀な軍人とそうでない人がいる。ミヤコは優秀な軍人なのかな？優秀な軍人ならこんな無謀なことはしないと思うけど。確かに都のしたことは危険だけど、無策で飛び込んだわけじゃないと思う。どうしてそう思うの？都は自分一人ならなんとかなると判断した。だから鉄道軍の中から同行者を募らなかった。都はこの鳥居の迷路を利用したのよ。バカなことはするなって止められないように、仲間が自分を追ってこないようにね。そういえば都がいなくなった時のことについては鉄道軍の人たちもいまいち把握しきれてない感じだったわね。本当に道に迷って取り残されたってこともあるわ。でも都以外の全員が無事に脱出できた状況であの子だけが戻れないなんて
かなり特殊なケースだと思うのよ。部隊が撤退した時には霧も晴れていて魔物との戦闘もなかった。もし都が最後尾を歩いていたとして、隊列を組んでいる以上必ず誰か近くにいるはずでしょ。そうか、徐々に隊列から離れていったんだ。あくまで推測だけどね。都はベルサイユよりも頭が良さそうだし、そういうこともやりかねないんじゃないかなって。って吉野が言いたそうにしてる。ヤクタンはエスパー？吉野の心の中が読めるの？あんたの心の中が読めたら苦労しないわよ。ただ賢い軍人ならこういう推察はするんじゃないかと思っただけ。なぜなら私も賢くて勇敢な軍人だから。おお、ヤクタンは賢い、かわいい。かわいいじゃなくて勇敢よ。本当に？ヤクタンって結構怖がりだよ。右に同じ、左に同じ。うっさいわ。私はアーゼングラート北方軍の士官なのよ。あんたたちとはくぐってきた修羅場の数が違うのよ。修羅場には強いけど、お化けには弱いイメージだよね。そんなことないわよ。この大役うつく様に弱点なんてあるわけないでしょ。お化けでも錦の妖怪でも何でもかかってこいってのよ。へえ、呪いの錦人形はダメでも妖怪はいけるんだ。当たり前でしょ。そもそも妖怪もミストモンスターも同じようなものじゃない。それを人間が面白がってお話にしたのが妖怪であって。あの、ヤクーツクさん、ちょっと後ろを見てもらえますか？何よ、クイーンズウェイまで私を脅かす気？いえ、妖怪ではなく、キツネです。は？何かと思ったらキツネですって？キツネなんて怖がるわけないでしょ。そんなの毎晩抱いて寝てるわよ。尻尾が9本あろうが、火を吐こうが驚くわけ。ヤクタンが見たのは狐のお面じゃなくて、狐のお面をかぶった女の子だよ。ちょっと距離が近すぎただけだよ。え、女の子？本当だ。まあ宙に浮いてる時点で普通とは言い難いのですが。消えた。ミヤコさんの名前を知っていましたね。ミストモンスターではなさそうですが。うん、悪い感じは全くしなかった。あの子、右の方を指さしてたわね。その分岐を右に行けばミヤコがいるんじゃない？でもそこの分岐って何度も右に行ったよね。今行けば正しい道に出る。あの子はそれを教えてくれたんだと思う。行こう。その鳥居をくぐればきっと新しい道が見えるはず。お手本になるよう頑張ります。カラフルチョークアタック！桜のように美しく参ります。あなたの思い、受け取ったわ。ご飯の邪魔は良くないよ。
の子の言う通りにしたら本当に迷路から抜け出せたわね。でもちょっと霧が濃すぎない？出てくる魔物もみんな手強いよ。ゲームが発生するのは想定内でしょ。霧の中で戦うのが私たちの仕事なんだから文句言わない。確かに霧は濃くなってるけど、複雑な迷路は脱出できたんじゃないかしら。あの分岐を右に進んでから一気に勾配が厳しくなったのはいいことよ。アップダウンを繰り返すよりも上を目指した方が遭難しにくいからね。でも吉野たちの目的は登山じゃないよ。都を見つけてこのお山を降りること。都が山頂を目指しているのならそのうち追いつけるわ。もし都が先に下山してたらそれはそれで無事ってことだし。大丈夫よ吉野、きっと追いつくわ。戦いながら山を登るのは私たちの方が早いはずよ。いくら都でもこの霧の中を魔物に気づかれずに駆け上がるってのはさすがに無理だと思うわ。さっきの鳥居をくぐってから嫌な感じの魔力がくんと強くなった。動けなくなってどこかに隠れてるってこともあり得るかも。どうやら吉野さんの言う通りみたいですよ。クイーンズウェイ？ヤクーツクさん、後ろを振り返ってください。もうその手には乗らないわよ。キツネのお面なんて別に怖くないんだから。無事だったんだね。よかった。とっても心配したんだよ。驚いた。本当に吉野ちゃんだったんだ。吉野ちゃんの匂いがすると思って出てきたら目の前にいてびっくりしちゃった。吉野だけじゃないわよ。そうだよ、私たちは吉野のおまけか。吉野ちゃん以外の匂いはしなかったので、他に誰がいるかは全く分かってませんでした。って、本当におまけ扱いなんかーい。おまけ扱いというわけじゃありません。吉野ちゃんには独特の匂いがするので、魔力を遮断する結界の中にいてもはっきり分かるんですよ。出た、獣子特有の動物的な能力。厳密には違うんですけど、そういう認識でも問題ありません。ちょっと待った、槍を使って突撃ドーンなプトラはともかく、この魔法少女ヴィヴィアンはそんな曖昧な言葉じゃ騙されないのよ。魔法少女ってあんた何？文句ある？いや、ないです。コホン、私も吉野も都を探すためにアンテナをビンビンに張り巡らせて歩いていたのよ。それがいきなり背後に現れた。匂いで嗅ぎつけたって言われても納得できないわ。それは私も皆さんもお互いの魔力を感知できないようになっていたからです。魔力を遮断する結界って言ってたわよね。簡単に言うけど、そんなものそうめったにお目にかかれないわよ。そういうアイテムを持ってるのなら教えてほしいわ。さすがは魔法ゴリラ、魔法とか魔力のことになると頼もしいね。魔法少女。はい、すみません。ここの鳥居には特別な結界呪術がかかってるんですよ。それをうまく利用して身を隠してたんです。魔物が多いのでちょっと休もうかと思って。呪術、これは重大な見落とし。少し考えればわかることだった。鳥居の中に隠れられるってすごい便利機能じゃん。ひいひい言いながらここまで来た私たちの努力は何だったの。錦の呪術がある程度使いこなせないとダメなんですけどね。鉄道軍の人たちにはできなかったみたいです。あ、でも吉野ちゃんならできると思うんだけど。
ヨシノはこの鳥居の魔力に当てられて絶不調なの。できるだけ魔力と体力を温存するように私たちがお願いしてるのよ。ゲームの対応とあんたの捜索でいっぱいいっぱいだったのよ。鳥居の調査をする余裕なんてなかった。そのぐらいの余裕はあった。ヨシノがもっとちゃんと考えていたら。難しそうだからすぐに考えつかなかったんでしょ。いいじゃない別に。無事にこうして都を確保できたんだし、損害も出てないんだから。そうよヨシノ、気にすることないの。都さん、合流して早速なんですが、お一人でここに戻った理由を聞かせてもらえますか。鉄道軍の皆さんと別行動をしたのには何か理由があるんですよね。何かやり残したことがあるなら私たちも協力しますから。吉野の体調が優先。ええ、それはもちろんです。吉野なら大丈夫だよ。一緒に子供たちを探してあげよう。それは吉野ちゃん次第だよ。え、どういうこと。吉野ちゃん、私と再会してから具合悪くなってるよね。ねえ都、正直に教えて。ぶっちゃけ吉野は大丈夫ではない。誰がどう見ても大丈夫ではないと思います。私ならここまで連れてきません。それは私たちの責任よ。ごめん、判断を間違えた。大丈夫です。これなら私が何とかできます。吉野ちゃんが今感じている痛みや苦しみなら私の呪術で吸い取ることができますから。吉野ちゃん、私の手を握ってみて。その後少し休もう。それで大丈夫なら一緒に行こう。痛みを吸い取るって、そんなことして都は平気なの。平気よ、私の特技なの。信じて。錦の民が相手なら効果は大きいはずだから。分かった、信じる。何今の。都が吉野から何かを吸い出した。それが何だかは分からないけど。これなら少し休めば大丈夫そう。車掌さん、ひとまず鳥居の中に避難して体勢を立て直しましょう。私が結界呪術を展開しますから、その間にこの鳥居をくぐってください。さあ皆さん、こちらへ。都もただものではないって思ってたけど、想像以上ね。呪術に詳しい人を同行させるべきだった。ヤクーツクさん、頭を使うべきは私たちの方だったのよ。呪術が使えるからこそ悪い影響を受けるってことだってある。そんなの少し考えればわかることじゃない。今そのことを悔やんでも仕方ないですよ。次の機会に生かせばいいんです。ええ、わかってるわ。